新年の F1 はシートに限りがあるため、 F1 ドライバーになること自体ある意味奇跡と言えます。たとえ下位カテゴリーでタイトルを獲得しても、 F1 のレギュラードライバーになれる保証はなく、タイミングや運により大きく左右されてしまいます。運よく F1 ドライバーになったとしても、マシンの戦闘力は低ければ好成績を残すことができません。しかし実力があれば何かしらの結果を残すことができるでしょう。今回は F1 の様々な記録の中のポールポジションについてのお話です。現在の段階で1回だけポールポジションを獲得している現役ドライバーを新しい順にご紹介します。ケビン・マグヌステン。ハースのケビン・マグヌステンは、雨で波乱となった2022年のサンパウログランプリで見事に自身初のポールポジションを獲得しました。これはハースにとっても記念すべき初のポールポジションでした。雨が降り出す前にドライタイヤでマークしたタイムではあるものの、その直後に同条件でアタックしたレッドブルのマックスを抑えてのポールポジション獲得は、マグヌッセンの速さを証明したと言えるのです。翌日、ドライコンディションで行われた24周のスプリントレースでは、ポールポジションからスタートしたマグヌッセンは、次から次へと後続の速いマシンに抜かれ、最終的に8位でフィニッシュしていましたが、これが今シーズンのハースの本来の位置と言えるので、いかにこのポールポジションの獲得が偉業だったかがわかります。残念ながら、翌日の決勝レースは、オープニングラップでリカルドに突っ込まれ、リタイアで終えてしまいました。ジョージ・ラッセル。同じく今年2022年のハンガリーグランプリでは、今シーズンからメルセデスに移籍したラッセルが見事に自身初のポールポジションを獲得しました。この時の2位とのタイム差はわずか1000分の44秒だったんですよ。決勝でのラッセルは25周目までトップをキープしていましたが、26周目にルクレールにかわされ2位に転落。その後も別のタイヤ戦略で挑んだチームメイトのハミルトンにもかわされ、最終的に3位でフィニッシュしていました。今シーズンでのラッセルは最終的にハミルトンの上のドライバーズランキング4位でシーズンを終えており、来年以降もメルセデスで走るので、さらにポールポジション獲得回数を上乗せしてくると思います。このラッセルがタイトル争いに加わるのは、もはや時間の問題かもしれませんね。セルジオ・ペレス。すでに F1 で4勝を挙げているペレスですが、意外にもポールポジションは1回しか獲得できていません。2022年のサウジアラビアの予選で、2位のルクレールに1000分の25秒差という僅差で、見事に自身初のポールポジションを獲得していました。決勝では、チームメイトのマックス、フェラーリの2台に先行を許し、マックスが優勝、2位と3位がフェラーリで、ペレスは悔しい4位完走でした。今のところ、ペレスは予選での一発の速さ、長丁場の決勝レースでも、マックスの後陣を排しているので、タイトル獲得を目指すのであれば、まずは予選でマックスを倒すか、遜色ないタイムで、グリッドの横に並ぶことが重要となります。ペレスとレッドブルの現在の契約は2024年までとなっているので、ポールポジション、そして優勝回数をどこまで上乗せできるかに注目したいです。ランドノリス。マクラーレンのエース、ランドノリスは、2021年のロシアグランプリで自身初のポールポジションを獲得しています。この時の予選も雨絡みの難しいコンディションで行われていましたが、ノリス以外のドライバーも同じコンディション、タイヤで挑んでいたので、ノリスが難しい路面コンディションの中で、誰よりも果敢に攻め、実力でポールポジションを獲得したと言えます。この年のベルギーグランプリの予選も、大雨に見舞われたものの、果敢に攻め続けたノリスは、結果的にラディオンの先でクラッシュして、予選を終えていました。この時、もう少しだけタイヤがグリップしていれば、ポールポジションを獲得していたと思うので、その参戦後のロシアグランプリでのポールポジション獲得は偶然ではなかったと言えます。
ロシアグランプリの決勝では、スタートでサインツにかわされたノリスでしたが、13周目に抜き返し、その後はメルセデスのハミルトンとの異次元バトルを展開し、ノリスはハミルトンとの差をキープしたまま、レース終盤に差し掛かりました。しかし、突如降り出した雨の中、後続のマシーンは次から次へと、ウェットタイヤに交換する中、ノリスは自身の判断でステイアウトを選択。これが裏目に出てしまい、大きくラップタイムを落とすこととなり、最終的に7位でフィニッシュしていました。未だにノリスは F1 で優勝できていませんが、2度目のポールポジション獲得、そして自身初の優勝には、もう少しだけマシンの戦闘力が必要と思われます。どちらにせよ、これも時間の問題と言えるでしょう。ランス・ストロール。雨が降ると信じられないようなパフォーマンスを見せるのが、現在アストン・マーティンのランス・ストロールです。2020年、レーシングポイント時代には、雨の中で行われたトルクグランプリの予選で、2位のレッドブルのマックスに、コンマ3秒の差をつけ、見事に自身初のポールポジションを獲得しています。決勝レースの序盤、ストロールはトップをキープしていたものの、徐々にタイヤのグレーニングに悩まされるようになり、ずるずると後退していき、最終的に9位でフィニッシュしていました。しかし、チームメイトのペレスが2位表彰台を獲得。レース後チーム側は、ストロールのフロントウィングの裏側に損傷があったことを発表しました。あれほどペースの良かったストロールでしたが、このような2つのトラブルにより、思うような成績を残せませんでしたが、今後も雨絡みのレースでは、信じられないような成績を残す可能性があると思います。来年以降、アロンソをチームメイトに迎え入れるので、ドライでもこのような活躍を見せるようになれば、さらに面白くなりそうです。ニコ・ヒルケンベルグ。来シーズン、ハースのレギュラードライバーとしてカムバックを果たすヒルケンベルグは、デビューシーズンの2010年のブラジルグランプリで、非力なウィリアムズのマシーンで自身初のポールポジションを獲得しています。この時も、他のドライバーの時のような雨絡みの予選でしたが、逆に徐々にコンディションが良くなる展開で、最終アタックで自身のタイムを1秒以上更新したヒルケンベルグが、2位のベッテルを1000分の49秒抑え、ポールポジションを獲得しています。翌日の決勝では、やはりマシンの戦闘力が劣るため、ずるずると後退していき、最終的に8位でフィニッシュしていました。来シーズン、ヒルケンベルグは通算200戦を超えるドライバーとなりますが、2度目のポールポジション獲得、そして自身初の表彰台の獲得ができるかに注目が集まります。この他に、アルファロメオのリザーブドライバーのロバート・クビサも、2008年のバーレーングランプリで、自身初のポールポジションを獲得しています。残念ながら、リザーブドライバーの継続も難しくなっているので、2度目のポールポジションの獲得の可能性も、ほぼゼロに近いと言えます。非力なマシンに乗るドライバーは、雨などの波乱が起きないと、ポールポジションや優勝はできませんが、どちらもかなりの集中力が求められ、それを遂行しなければならないので、決してまぐれでは成し遂げられない偉業と言えるでしょう。次に波乱の予選を制し、自身初のポールポジションを獲得するのは誰だと思いますか？できることなら、それが角田裕毅であってほしいです。それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。